黒川貴也選手、大井健太郎選手、レオ・シルバ選手、ラファエル・シルバ選手、川口直樹選手、そして平松修選手です。皆さん大きな拍手をお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。誰が大丈夫ですよ、マイク入ってますから大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫です。大井選手大丈夫ですか？大丈夫です。よろしくお願いします。大井選手ね、はい、今日はチケット20分ぐらいですぐ売り切れたんですって。ありがたいですね、本当にね。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。というのも大井選手、昨シーズンのね最後の試合がねちょっと残念でしたね。ちょっとね、雪が降って。そうですね。うん、いや本当に前日に選手の間で、冗談で、はい、これ以上降ったらどうなるんだろうねみたいな話はしてたんですけど、まさか本当にそうなるとは、残念でしたけど、鹿島にもう多くのサポーターが駆けつけてくれたので、本当にそれは、ありがたいことだと思いました。ああいう経験というのはめったにできないと思いますけども、でもああやっても最後。なんかホームスタジアムで盛り上がりたいなと思ってたその気持ちが多分ここに繋がってると思うんですよね。本当に、選手もそうですけどサポーターの方たちも、残念に思ってたっていうのは、十分選手にも伝わってましたし、勝つことが本当恩返しになると思ってプレーしたんですけど、それは今シーズンにお預けということで、今シーズン熱い気持ちで戦いたいと思います。期待してくださいということですよ、皆さん。ねえ、でも本当にアントラーズの皆さんもすごい協力していただいて、それは良かったですね。本当にすぐにね、練習場の準備とか試合の会場の準備とか、自分はあまり詳しいことは分からないですけど、すごく大変だったと思うんですけどね、本当に皆さんに助けられて開催できてよかったと思います。でも考えたら大井選手、あれからまだ1ヶ月ぐらいサッカー選手で休み短いですね。そうですね、もう本当にキャンプのことを考えたら今からゲロ吐きそうです。もうゲロ吐きそうですか？はい、ちょっと絵付きが来てます。もうこれがサッカー選手の一番大変というかね、ここ頑張らないとという。そうですね、トゥッコはちょっとおかしいのかもしれないから少しそろそろ日本のスタイルを分かってくれるといいんですけど、ね、また向こうのスタイルを押し付けてくる。はい、愛してます。黒川選手もやっぱりだんだんシーズン近づいてくるとどうですか？もうまた始まるなっていう感じ、嬉しさもあるでしょうけど。そうですね、休んでたらやっぱり早くサッカーボール蹴りたいと思うし、はい、キャンプ今年で16回目ですけど、はい、あと何回できるかわからないので一生懸命やっていきたいなと思います。じゃあまだ吐きそうな雰囲気には。いや、吐きそうですよ。やっぱり何年やっても毎年この時期ってなんかちょっとこう微妙な、嬉しいような、ちょっとこうドキドキするような。そうですね、でもワクワク感もありますし、はい、やっぱ楽しみというか、はい、ちょっと大井選手に聞きたいんですけど、ここに資料でね、はい、黒川選手はチーム一番のベテランだが若手にかなりいじられてるって書いてますけど。そうですね、川口がいるんですけど、はい、すごく礼儀正しい子なんですけど、はい、ちょっと黒さんとの対応がおかしいんじゃないかなと思うことは多々あります。それ川口選手どういうことなんですか？いや、本当に高谷は呼び捨てかいな、呼び捨てかいな。高谷はすごいいい人なんで、本当に何をやっても怒らないし、いい返しが返ってくるんで、僕も嬉しくなっちゃって、ちょっとさらにちゃうところがあります。これは黒川選手怒ってもいいんじゃないですか？でも今日久しぶりにクラブハウス行って、はい、小林選手と話したんですけど、はい、朝からちょっと。年下のやつにいじられて、はい、黒さん今年はちょっと変えていきましょうって言われたので、はいはいはい、ちょっともう川口以下の選手には、年ですよ、年が川口以下の選手に対しては、はいはい、ちょっと厳しくいこうかなって思ってます。じゃ川口選手はじゃあアウトセーフどっちなんですか？まあ直樹は大丈夫かな。直樹って初めてやりました俺。普段はそんな呼ばれてないんですか？そんなことないです。普段なんて呼ばれてるんですか？普段川口ですよね。ということは今日今年から強めに行くぞっていう宣言じゃないですか？オッケー、高いオッケー。いいですねでもこういう関係ねえ。川口選手は横にいる新加入の平松選手はユースの時に一緒に、はい、そうです。僕1年生で、しゅうくんは3年生で。平松選手はどういう選手かちょっと紹介してもらっていいですか？当時僕もフォワードやってたんですけど、はい、一緒にツートップを組んでて、はい、すごいでかいんでサイズが、はい、よく収まるし、はい、あと後輩にもすごい厳しく接してくれてたんで、はい、僕はあんまり仲良くはなかったですけど。じゃあこの質問したの悪かったね、ごめんね。今はもういい感じに打ち解けました。なんですか、川口選手は平松選手のことはいじらないんですか？うん、口が大きいぐらいないじりはしますけど、それぐらい。じゃあその口が大きい平松選手。新加入もともとね新潟のユースということですけども、国士舘大学からまた今シーズン入ったということで、じゃあ皆さんに一言ご挨拶いただいていいですか？国士舘大学から来ました平松修と言います。修と呼んでください。よろしくお願いします。新潟からユースから大学行ってこうやってもう一度呼んでもらえるってすごく嬉しくないですか？もうものすごく嬉しいです。本当にアルビしか、プロになるんだったらアルビって決めてたのでとても嬉しいです。だってこのスタジアムの盛り上がりとかもよく見てるわけじゃないですか。あそこでプレーができるっていうことですよ。もう小学校から見ているので本当に観客の中でやれるのが、はい、夢でした。俺のプレーここ見てくれっていうのありますか？前線からのハードワークを見てほしいです。後輩の川口選手が先にトップデビューしてましたけども、川口選手の活躍ぶりを見てていかがでしたか？いや正直もっとできるんじゃないかなって思っててね、で川口選手言われてますけど頑張ります川口選手は今シーズンちょっと目標とかありますか？いや今年は本当に自分自身としても勝負の年だと思ってますし、うん、まあ出れるか出れないかで、オリンピックとかにもつながってくると思うんで本当に頑張りたいと思います。頑張っていただきたいと思います。さあそして昨シーズン素晴らしい活躍を見せたのがレオ・シルバ選手です。よろしくお願いします。いやもうこの拍手で分かると思いますんで、じゃあレオ・シルバ選手一言ご挨拶いただいていいですか？こんにちは皆さん明けましておめでとうございます昨シーズンはもう見事でしたけども、皆さんよくご存知の通りベスト11に選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。Eu agradeço aos meus companheiros, à torcida.Todo mundo em Niigata, né? É um lugar que as pessoas me receberam bem e me ajudaram a conquistar isso. E isso não é um prêmio só meu, é um prêmio tanto do clube, da torcida e dos jogadores junto. So desu ne. Teammate to hontou ni supporter no minasan, Niigata ni kita toki kara minasan kagawatte kudasatta, boku ni kagawatte kudasatta minasanに本当に感謝したいなと思ってますし、僕だけがもらった賞じゃないと思ってます。みんなで皆さんでいただいた賞だなというふうに感じています。いやもうコメントも素晴らしいですね。バロンドール取った時もそのコメントお願いしますね。やっため。僕も期待してます。なんかで聞いたんですけど、レオ・シルバ選手はハッピーターンがめっちゃ好きなんですよ。Só não posso comer muito, senão tu pega no pé, né? Mas eu acabo distribuindo para o pessoal, engordando quem está de fora. そうですね、まあ、実際本当に好きなんですけども、あんまり食べてるとトゥッコフィジカルコーチにチクチク言われるのでいい時、食べていい時だけ食べてます。正直止まらないですからね、ハッピーターン。レオ・シルバ選手にちょっとお願いあるんですけど、ラファエル・シルバ選手にハッピーターンおいしいぞって教えてあげてください、ポルトガル語で。Agora tem que tomar cuidado, né? Porque depois que come o primeiro, eu vou até levar um pacote para ele já amanhã, é a folga dele, né? É a nossa folga, para ele poder já se acostumando. ですね、家にストックしてある分があるので、まず1個食べたらもう止まらなくなるぞっていうことを伝えながら、明日休みなので、まあ明日はいいかなと思うので、いっぱい食べてもらおうかなと思います。ラファエル・シルバ選手はハッピーターンは食べたことありますか？マイクちょっと入りながら。Oi. Comi uma vez e foi o Léo mesmo que me deu. まあ一回食べたことあるんですけども、確かその時もレオ選手をもらったような気がしますね。じゃあやっぱり。レオ・シルバ選手というのはすごくやっぱりいい先輩ですね。Sim, né? Ele é brasileiro e quando eu cheguei foi o que me recebeu bem aqui, que me ajuda, né, nesse começo. Então posso dizer que é um grande amigo já. そうですね。同じブラジル人ということもありますし、僕が来日してからというものを非常によく優しくですね、いろんなことを教えてくれます。非常に仲のいい仲間です。さあそんなラファエル・シルバ選手は今シーズンの目標とかありますか？Eu acho que o objetivo aqui de todos, né, de buscar títulos, né, conquistar algo importante. Então, o meu objetivo esse ano é conquistar títulos junto com o grupo e com o apoio de torcedores, vai ser muito importante.そうですね、自分自身の目標というよりはここにいる皆さんの目標だと思うんですけど、やはりタイトルを取るということが目標にだと思いますし、まあ、そのために、今シーズンはしっかり、頑張ってやっていきたいなというふうに思ってます。いや本当になんか大井選手まだ始まったばっかりですけど、なんか雰囲気いいですね。はい、そうですね、まあ、あまりメンバーも変わらなかったですし、うん、継続していい雰囲気の中できると思います。でも昨シーズンやっぱり終盤というのは、まあ、結果は、まあ、ちょっと置いてても中身はかなり選手的にも手応えあったんじゃないですか？まあ内容はすごくいい試合も多かったと思いますけど、うん、まあ、プロなんで結果が、全ての部分もありますからね、もちろんサポーターファンの皆さんが見て楽しいサッカーをするのはもちろんですけど、まあ、僕らはそれで OK っていう気持ちにはならないし、うん、やっぱそういう中でしっかり勝って、より多くのサポーターの皆さんに、ね、刺激を与えていければいいと思います。いや力強いお言葉を聞きました。じゃあまずはこの6選手皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとね、もっと聞きたいんですけどね、そろそろお時間ということで、皆さんどうもありがとうございました。じゃあメンバー交代を、こちらですね。はい、大きな拍手を。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ちょっと川口選手の立ち位置が分かりましたね。いや、なかなかいい雰囲気でしたけども、さあそれでは、続いてトーク2組目ですね、メンバーご紹介しましょう。小林優希選手、山崎亮平選手、田中達也選手、山本康介選手、そして小泉圭選手です。お願いします。お願いします。あれ何したんですか。いや読んだかな、呼びましたっけ。それ僕の席読んでないですよね。読んでないですよね。僕5人しか読んでないです。ごめんなさい。すいません、ごめんなさい。あらー、皆さん座ってください。ありがとうございます3組目もお願いしますねさあ皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあまずちょっと最初に田中達也選手お話聞いていいですか。はい、はい、お願いいたします。ちょっと僕びっくりしたんですけど、背番号が変わったんですよね。はい、変わりました。何番に？14番です。今年から14番という番号なんです。これはなぜなんでしょうか。新潟に入団するときに、はい、本当は14番が良かったんですけど、はい、小塚という新人に取られてて毎年それを小塚に去年もですけど言ってたんですよ。はいはい、そしたら今回、タイミングが合いまして、はい、つけさせていただくことになりました。田中達也という偉大な選手が俺が14欲しいって言っても譲らなかった小塚選手もすごいですね。それで後々小塚の人柄が分かって余計にちょっと腹立ちましたねそうか、それはその時は分からなかったですもんね。そうですね、その時はねえ。でなぜ14番なんですか。昔高校の時につけてて、はい、もうすごいつけたくて、はい、なんか選手それぞれでやっぱり番号に対する思い入れとかやっぱありますもんね。そうですね。あとはなんかかっこいいなっていうイメージです。なんかあるんですよ、人によってこの番号がいいとかね。はい、じゃあ今シーズンはすごい楽しみじゃないですか、14番。けどまだ僕は違和感しかないです。僕自身も今14番をもらったんですけど、はい、それに似合うようなプレーができればなと思います。楽しみですね、はい、ちなみに田中達也選手はオフはどうお過ごしになられたんですか。いや、もう子供の送り迎えで終わりました田中達也選手、子供大好きですね。そうですね、厳しいですけど、結構厳しく、はい、しつけはバシッとビシバシやってます。でもやっぱサッカー選手って本当にこうゆっくりできるとき、オフのときぐらいしかなかなかね。はい、そうですね。送り迎えした後に自分の時間で遊んでました。うわー、はい、じゃあどうですか、大井健太郎選手はシーズン始まる前にはちょっと吐きそうっておっしゃってましたけど、もう田中達也選手ぐらいだともうまだ始まるなという余裕な感じでしょ。いや、僕も吐きそうですねやっぱりそうなんですか。はい、なかなかね、これもやっぱりちょっとこう楽しみもありますし、ちょっと緊張感もあるという。そうですね、不安もあります。ちなみに今シーズンの目標とかありますか。やはりさっき言ったタイトルのために、自分がもっともっと点を取らなきゃと思ってますし、あとはこれ毎年言ってるんですけど、怪我をせずプレーすることです。ちょっとね、そのあたりね、やっぱね、いや、ちょっと楽しみにしたいと思います。14番の田中達也選手、すごく楽しみですね。はい、僕も楽しみです。楽しみにしております。はい、さあ山本康介選手、はい、昨シーズンは途中からでしたけども、どうしたんですか。大丈夫です。大丈夫ですか。黒川選手呼びますか。大丈夫ですいいですか。昨シーズンは途中からでしたけども、もうでも最後の方にもだいぶ馴染んでたんじゃないですか。おかげさまで馴染むことができましたおかげさまで楽しむことができましたということは、もう今シーズンに向けてどうですか。そのオフとかでももっとこんなプレーやったろうとか、こうなりたいなとかいろいろあったんじゃないですか。そうですね、僕自身のプレーには全く満足してなかったので、今季こそはもっといいプレーができればいいなと思います。で今シーズンは新たに横によく知ってる選手が来ましたけど、結構問題児ですあ、そうなんですか。結構、はい、いろいろなんか聞いてきたりすることもありました。新潟ってどんなチームみたいなこととか。これは一応山本康介選手に聞いてますいや、あんまり聞かれなかったです。あ、そうですか。じゃあもう決まってから聞いたみたいな、まあ噂があるよみたいな。あ、はい。じゃあ今日初めてそれから会ったぐらいの感じですか？オフ1回会いました。会って、はい、でそれからそうです。でもちょっと山崎選手が新潟に来たっていうのもちょっと楽しみでしょ？そうですねそうでもない、はい、次行きましょうえ、次行きますか？司会は僕ですじゃあ次行ってほしいみたいな。じゃあ今シーズンこのプレー、俺のこのプレー見てくれっていうのあれば頑張りますこれ頑張りますよ多分。小泉選手、はい小泉選手ですよね。はい昨シーズンは1年目でしたけども、かなりゲームも出てどうでしたか？1年やってみて楽しかったです。どうですか？まあ、多分一番やっぱりやりたいポジションっていうのはやっぱりボランチですか？いや、出れるならまあどこでもよかったんですけど、でまあ試合に出てるだけであんまり活躍してなかったんでちょっとダメでしたね自分の中でまだちょっと全然満足いってない感じですか？そうですね、はい、まだできるぞと、まだまだできるぞと。はいなんかいい感じの人ですね、小泉選手ね。サイドバックとかいうね、でもプレーされてましたけど。まあでもサイドバックだとちょっと何言うか忘れちゃいましたね今1秒か2秒ぐらいでしたよ。1秒前に言おうとしたことが忘れてしまった。はい、これしょうがないですね。待ちましょうか。いやでも頑張ります今シーズンはどうですか？もうなんかもうちょっとこの辺りレベルアップしたいなとかあるんですか？まあまずサッカーっていうより多分自分だけ免許取ってないんではいはいはい、まずちょっと1回クビになってしまったので期限がもう切れてしまって、はいはい、まあそれで両立して今年は頑張りたいですね。どっちも頑張ってくださいね、はい、ありがとうございますさあそして、小林優希選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨シーズン1年やってみていかがでしたか？アルビに来て、はい、まあ、厳しいキャンプから始まって、うん、まあ、自分ちょっと離脱しちゃったんですけど、はい、まあ、最後の方はゲームに絡めて、はい、まあ、良かったと言えるシーズンじゃないのかなと思いますけど、だんだんこう自分の思う通りにプレーができてきたというか、まあ、どうですかねさあそしてそのチームに小林優希選手、横に新たな選手が来ましたけど、小林優希選手から見たこの山崎亮平選手ってどういう選手ですか？グラウンドでですよね。どっちも聞きたいですね。どっちも聞きたいです。どっちからいきます？ね、じゃあグラウンドからいきましょうか。グラウンドからいきますか。はい。そうですね。ドリブルが得意な選手なので、はい。まあ軽く1人は抜いて、まあ軽くもう1人も抜いて、はい。まあ3人目も抜いて多分点決めてくれると思うんで。これサッカーで一番盛り上がるシーンじゃないですか、そこが、はい、そう自分にはないこうドリブルっていうのもやっぱ持ってるから、はい、こう羨ましい選手ですね。へえ。でそのピッチ外はどうですか？はそうですね、人見知りが割と激しく俺は待つよ。でですね、仲良くなったら結構ガンガン行くし、仲良くなるまで時間がちょっとかかるかもしれないですけど、でも黒さんみたいなこういい人もいるし、多分アルビではこうすぐ馴染めるんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあ、そんな、山崎亮平選手ですけども、じゃあ皆さんに一言ご挨拶お願いいたします。ジュビロ磐田から来ました山崎亮平です。よろしくお願いします。僕のこの手元の資料では出身は千葉県ですけど、南魚沼市で生活をしていたことがあるんですか？生まれたのがそこで。あ、そうなんですか。で3歳ぐらいまで新潟にいたので、記憶はないですけど。じゃあある意味もう戻ってきたみたいな感じなところもあるんですかね。おじいちゃん家がまだあるので、よく新潟には足を運んでいたので、そういう縁のあるチームに入れてよかったなと思います。じゃあ馴染みのある土地っていうことですね。市内は初めて来たんですけどそうか、新潟って言っても広いですもんね。いろんな新潟ありますけど。さあ山崎亮平選手、今シーズン新潟に行こうという、その移籍を決めた理由みたいなのあるんですか？やっぱりチャレンジしたいっていう気持ちと、ちょっとプレーオフ負けてしまったので、そこもうちょっとすいません、声小さめですいません。だってそんなこと大きい声で言えませんやんね、わかるでしょさあじゃあ、今シーズン山崎亮平選手どんなプレー見せてくれるのって、サポーターの方もいろんな期待とかしてると思うんですけど、いかがですか？常にゴールに向かうプレーをして、どんどん勝負してチームを勝たせられるような選手になれればいいかなと思って頑張ります。頑張るそうでございます。このメンバーは喋ってるうちに他のみんながだんだん下向いていくっていういやいや、でも期待したいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。